はい、どうも、セイリーです。 SNK オールスター実況の方やっていきましょう。今回はね、ついにたまったんすよ、あれがです、あれが。格闘家ちょっと見ますけどもね、格闘家のね、こやつリーレッカ、リーレッカの破片が50枚ついに、今日でたまります。たまるというか、もう交換できるので、まあ、つまりこのリーレッカをね、解放できるんですよね。で、早速ちょっと買いましょうかね。この風神ショップのリーレッカの破片来ましたね。これを買えば、50枚貯まりました。で、今回このリーレッカについてちょっとね見ていこうと思うんですけど、で僕のこのメンバー今ね、京都舞が、炎チーム使ってて、で、やっぱね、炎オッパに寄せていこうと思えば、このね、リーレッカに関してはね、必須キャラだと僕考えてて、で、なんで必須かというと、このリーレッカに関してはね、防御型なんですよね。で、防御型の炎キャラっていうのはなかなかやっぱいない、今後も現れにくいと思ってるの でやっぱ防御型としてもまあ使いたいっていうのも1点と、あとこの能力を見ていった時に必殺技のね、まあ、武器覚醒がもちろんいるんですけども、今後武器覚醒もまあするつもりなんですけど、武器覚醒があればね、灼熱の数だけ味方全員にバリアと回復をね与えることができるんですよ。で、灼熱の数だけってことはですよ、まあ、この前の全体攻撃のね、超必殺忍び鉢って灼熱全体につけるし、まあ、もちろん今日もね、一列攻撃で、スキル3 の毒ガミも一列やし、で、必殺技のね、無色ももちろん一列で灼熱をね、つけていくんですけど、まあ、その中でこのリーレッカがいれば、さらにこの灼熱をつけて、この必殺技の性能がね、やっぱり灼熱の数だけ、バリアを与えたり回復を与えたりするのは、まあ、非常に強いかなと思って、結構ホノパの核みたいなキャラなんかなっていうね、まあ、そこはちょっと言い過ぎなんですけど、でもそれぐらいの結構役割を今後果たしてくれそうな気もしてるの でこのリーレッカに関しては、まあ、僕が炎キャラで寄せていくに、ことに関して、まあ、必須キャラかなと思ってるんですよ。で、このやっぱスキル3もね、なかなか強いですよね。自身のダメゲンを 15% 上げて、さらに灼熱をつけますので、まあ、なんせこのリーレッカに関してはちょっとね、今後使っていこうと思ってます。ただ今のところやっぱね、この競技場を見ててもね、防御型っていうのが非常に、なんていうのかな、役割を果たしてないというか、まあ、火力が高すぎるのが問題なんですけども、戦った人の火力に負けてしまうんですよね。まあ、バフとかも特別に乗ってないし、まあ、まだ序盤やからっていうのもあるのかな。すぐにこう単体攻撃とかを食らうとね、すぐにやられてしまうんですよね。だ、結構防御型っていうのはね、あんまり今のところはね、活躍はできないんですけども、まあ、今後は結構役立ってくれるのを信じてね、このリーレッカーをちょっと軸にやっていこうかなと思います。では早速合成いきましょう。いきますよ。はい、押しました。来たー、リーレッカー。まあ僕このキャラ全然知らないんですけどね、実はただのハゲのカンフーやっていう認識しかないんですけど、まあ、月下の剣士のキャラっていうのは、聞いてます。さあ取りましたよ、リーレッカ。まあ必殺がなかなかでもかっこいいですよね。これ見た目的には結構ね、烈海王みたいで好きなんですけどね、バキの烈海王僕好きなんで。で、リーレッカ解放したことによって、このマイ、ここの宿命が開くので、まあ、これも結構大きいかなと思って。よし、黄金の炎っていう宿命開きましたね。で、リーレッカ自身の、宿命はどうなってるんやろ、ちょっと見たことないので見ましょうか。あー、こんな感じか。採集いるのか。そうか、なるほど。で、採集に関してはね、まあ、どうしようかなってちょっと思ってるんですけど、採集ね、やっぱホノパで行くとしてはやっぱり入れたいキャラではあるんですけど、まあ、ホノパでありながら僕この隠密、暗殺術の格闘家でもあるので、やっぱ後列を攻撃する格闘家もね、並べたいっていう気持ちもあるんで、ちょっと採集はね、まあ、保留って感じかな。まあ、難しいですよね。この隠密とホノパを融合さすっていうのはなかなか難しいんですけど、まあ、今回リーレッカに関してはこのチャン後半に変わってくれるかなと思って、まあ、ここを変えていこうと思ってます。で、チャン後半とダイモンに関してですけど、やっぱりね、ダイモンが星が5な分ダイモンの方が強いで、スキルの能力的にもスタン入れたりするので、で、単体攻撃のこの地獄極楽落としも結構ね、やっぱり単体っていう意味では強いし、
チャンコハの全体攻撃っていうのはね、やっぱりちょっとねアリーナ向きではないかなと思ってます。 UMOL みたいにめまいとかの誘発があればですね、まだ使い道はあるんですけど、今回というかこの SNK オールスターに関してはめまいとかの誘発もないし、ただ単にね低火力で全体攻撃をするだけなんで、あんまり役に立たないですよね。ただ防御面ではチャンコハン結構硬いんでね、まあそこはまあまあ役に立ってくれてるんですけども、まあそれだけだとちょっとね防御型としては役不足な部分はあるので、まあ、今回このチャンコハンを、まあ、ハゲつながりではないんですけどリーレッカとね、変えていこうと思ってます。でやっぱね今まだ序盤じゃないですか、このゲーム自体がまだ配信されて、2週間ちょいぐらいになるんかな。でこの情報っていうのがあんま出てないので、このリーレッカに関してね本当に強いのか弱いのかすら分かってない状態やとは思うので、まあ僕ができるだけこのリーレッカをね配信していければいいかなとかも思ってまして、ちょっとねじゃあリーレッカ、育てていきましょうか。ちょっと行ってきます。はい、では今ある程度やってきたんですけども、この能力をもう一段階上げれば一応チャンコハンと同じ能力になれるっていうところなんで、これやっていきましょうか。では、これね体力僕買いまくったんですよ今最後、戦力が7600になりましたね。体力普段あんま買わないんですけど、今回もう今8回買ってますね全然宝石足りなかったん で武器が今紫までは一応上げたんですけど、やっぱりコイン不足でちょっと限界が来てますね。まだまだ上げれるんですけどコインがないので、もうこれ以上は上げれない。で一応ね戦魂がこの盤石の闘魂つけてて、防御力アップのやつですね。で星がねまだ上げれないんですよね実は。超過したいんですけども、万能破片が今ね45枚しかなくて、ちょうど5枚足りなくて、で明日やったらまあまた取れるので、この、風神ショップのとこからこの破片5枚明日また取れるので、まあちょっと明日までお預けかなって感じで、まあ星3でかなり弱いとは思うんですけど、戦力もねチャンコハンより下がってはいるんですけど、まあこんな感じでちょっとね、見比べていこうかなと思ってます。で HP が完全に、低いですね。攻撃力がでも高い、やっぱちょっと火力寄りのキャラに寄せているのかな。防御型だけど火力がまだちょっとは出ますよっていう感じの、スタンスなのかもしれないですね。で一応炎の炎キャラなんでね、まあそのチームには合ってるかなと思うので、ちょっと編成していきましょうかね。ついにチャンコハン初めて取った SR プラスなんですけども、まあ補欠に回ってもらいましょうか。こんな感じでね戦力は下がるんですけども、まあ炎のシナジーがあるので、まあ、チーム的には強くなるのかなとか思ってますけど、これでセーブしてよし、こんな感じかな。まあ、だんだん定まってきましたね。まだでもダイモンとかもまあ、とりあえず入れてるだけのキャラなんで、このダイモンに関しては。ただね防御型に関してちょっとダイモンは結構優秀なので、まあ、SR なんですけどね役に立ってくれてるので、今後はねまあ、どうしていくのかちょっと検討しないといけないですね。はい、ではねこのまま終わるわけには当然いかないので、このリーレッカーのデビュー戦をちょっとやっていこうかと思います。競技場行きましょうか。競技でリーレッカちょっと見たいのでね編成しましょうか。とりあえず、ここにリーレッカを入れあれリーレッカを入れてこうかな。よしで今僕が今86位で、まあ、100位以内にはなんとか入れるようにはなってきましたね。なんでリーレッカを入れてちょっと100位以内をね安定させていきたいところですけど、じゃあ早速この横にいる人今行きましょうか。 TTY さん戦力もちょっと高くて、まあいい感じになるのかなと思うので、じゃあデビュー戦は TTY さんに決めました。では挑戦させていただきます。さあリーレッカはどういう動きをしてくれるのか非常に気になるところですが、先制は僕がギリギリ取ってますね。6.54 なので、いきなり前がゲージ溜まって、さあどうだ。お、今蹴りのスキル出しましたよ。超必殺忍び鉢からハイデンエンド。これが結構減るんですよね。あ、リーレッカでもね、そうかそうか、投資とか全然上げてないのでちょっと失敗したな。投資を 1ミリも上げてないのでね、ちょっとだけでも上げればよかった。ナコレルが打ってきて超必殺忍び足、リーレッカが全然硬くないぞ全然硬くないぞ。これは一撃でやられてしまう可能性もある。うわ、ハイデラインドめっちゃ強い。あー、そこに来たらあかん
一瞬でリレッカがやられましたね。ちょっとこれは参りました。あ、勝ちました。でもスキップしたんですけど、なんか勝ってしまった。負けると思ったんですけどね。ちょっと今のリーレッカのいいとこ見れなかったんで、もう一回行こうと思います。テンピオさん行きましょうかね。テンピオさん、横にいるのでね。テンピオさん、じゃあチャレンジさせていただきます。挑戦をしましたね。リーレッカのやっぱ必殺が見たかったんですけど、さっきみたいに一瞬でやられてしまうとね、動画撮ってる意味ないんで、もう一回行かせてもらいます。で、前がゲージ溜まって、先生僕が撮ってますね。超必殺忍び鉢、虫木持っていく。さあどうなっていくのか。リーレッカーやっぱ打ちたいところですが、この天平さんの必殺の連打が来ますね。ユリ、ユリ超アッパーダブル。お、ユリを入れてます。覇王昇降拳極限に寄せてますね。タクマはいない。でも V スラッシャーを打って、覇王昇降拳また打ってくる。さあここはロバートが覇王昇降拳、これは必殺クリティカル出ているので連発される。虫木、虫木でハイデンをやられてしまうが、リーレッカーゲージ溜まってるぞ。さあどうだ。ここはリーレッカーが、おお、蹴りのなんか蹴り連打みたいな、飛翔脚みたいな技出していきましたね。さあ地獄極楽落としから次打ちますよ。リーレッカ来ました。さあどうだ。火力は全然出ない火力は全然出ないが、灼熱をつけているのでちょっとはシナジーあるのかな。さあここは半蔵が後列を攻撃して、リーレッカがガードしている。結構硬いのかこれは。どうだ。さあここはテオルメテオで削っていくが、リーレッカがなんとかまだ立ってますよ。これは結構活躍しているのかもしれない。さあ半蔵が後列を攻撃して、ここは5対3なので結構有利に見えますが、まだ天平さんの強が結構体力が残ってますのでね。超必殺忍び鉢からゲージはたまらない。やばい、これやばいぞ。強がやられてしまう。僕のエースの強がやられたのでちょっと厳しいのかなこれは。さあどうだ。リーレッカはゲージがまだ依然とたまっていないが、さあここは4対2だが、キャラ的にちょっとしんどいか。あー、ナコルルが強い。さあ琴月入れて、トリメテオから、これはやばいぞ。さあ前一人で頑張れと言いたいところだが、結構きついか。必殺忍び鉢からの超必殺忍び鉢で、さあどうだ。ナコルルを倒せない。あー、毒髪でフィニッシュ。あー惜しかったな。でも割と活躍したんじゃないですかね。ちょっとなんか星3なんですけど、まだね、やっぱ炎のバフがあるので割と活躍が見えたような気もしましたけど、まあ、今後のちょっとね活躍に期待したいところですね。やっぱり星4は必須なので、最低でも明日またこれ上げれると思うので、星4にしてこのスキル3をね早く解放して、チャンコハンのこの戦力を超えていきたいのでね、まあ、そこも今後も配信していきますので、またよかったら見てください。では今回はねこんな感じで終わりましょう。ご視聴の方ありがとうございました。